チャールズバーニーコーリーチャールズバーニーコーリーはアメリカ合衆国の鳥類学者であるオリンピックのゴルフ競技にも参加したボストンに生まれた父親は貿易業で資産を築きコーリーは働く必要はなかった16歳になった頃には鳥類学に興味を持ち白生の収集を始めたどこへでも旅することができた境遇からすぐにカリブ海 メキシコ湾の蝶類のコレクションが作り上げられた。19歳になった1876年に、アメリカで最も古いナトール蝶類学クラブの会員に選ばれ、当時の有名な蝶類学者たち、ウィリアム・ブリュースターや、ヘンリー・ヘンショー・ラスベン、ディーン、チャールズ・メイナードらと知り合い、後に、ジョエル・アサフ・アレンもクラブに参加した。 1876年からハーバード大学やボストン大学に入学するが、すぐに鳥類最終旅行に戻り、1877年にはフロリダやマドレーヌ諸島を旅し、翌年はバハマに旅した。1880年にはヨーロッパを旅し、1881年は西インド諸島を旅した。1883年に、 アメリカ町学会創立のための会議に招かれた48人の鳥類学者の一人となった。アメリカ町学会では1903年から1905年の間、会長を務めることになる。1887年にボストン自然史協会の学芸員に任じられた。コーリーが収集した標本は19000に達し、自宅に収容できなくなると、 シカゴのフィールド自然史博物館に寄贈し、鳥類学の学研院に就任した。コーリーの収集した600点の鳥類学の文献は、1894年に有名な収集家のエドワード・アイアーによって購入された後、博物館に寄贈された。コーリーは1906年に財産を失い、動物学のキュレーターとして、博物館で有給で働くことになり、残りの人生を 博物館で働いた。フロリダと西インド諸島に定期的に採集旅行を続け、時には他の博物学者の採集旅行のために資金を提供した。著書には、The Birds of Hite and Sandomino, The Birds of the West Indies や The, Birds of Illinois and Wisconsin などがある。Catalogue of the Birds of the Americas は、没後、オーストリア生まれで、フィールド自然史博物館で働いた。 カール・エドワード・ヘルマイアによって完成された。いくつかの新種の鳥類を記載した。水なぎ鳥化のため、コロネクトリス・ボレアリスは、ジョバンニ・アントニオ・スコポリが記載した、コロネクトリス・リオメディアと同じ種とされたことがあったが、別種とされている。ゴルファーとして1904年のセントルイスオリンピックの、ゴルフの個人戦に参加したが予選で途中棄権した。ありがとうございます。